熊本市によりますと、住民記録を扱うシステムの不具合が発生し、住民票の写しを発行する際、前の住所の欄が誤った表記で出力されていることが分かりました。今月14日から新しいシステムにデータを移行する際に不具合が起きたということです。市民からの指摘で発覚しました。誤って表記される対象となっているのは524人で、 昨日までに16枚の住民票が誤った表記で発行されたということです熊本市は明日午前8時30分まで対象となっている人の住民票と印鑑登録証明書の発行を停止しています熊本市は誤った証明書を発行した人について差し替えの対応を取るとしています